きチャンネルスーパーベースライン発表さあということで今回の企画はですねスーパーベースライン2023年 NPB プロ野球セ・リーグ・パ・リーグのスーパーベースラインを発表するというコーナーになっております。このスーパーベースライン定義はですね NPB の純粋なベストナイン、そして里崎チャンネル式のベストライン、そして十種競技のように全てを数値化してその数値に自分の成績を入れ込んで総得点を競うっていうね、里崎と日刊スポーツ独自で考えた里崎指数に基づいた日刊式ベストライン、この3つのベストラインで全里崎チャンネル NPB 日刊この全部選ばれてたらその選手はスーパーベストラインでしょうっていうね、まあ、NPB っていうね記者の人が投票したベストラインね。で里崎が毎日試合を見て1週間その週間ベストラインを全部決めていってそのトータル数に応じてベストラインを発表した里崎式ベストライン、だから記者の人の目、里崎の目、そして日刊スポーツの主観的なものを全部排除した客観的に見た数字の中でのベストライン、これ全部ね取れたらすごいっていうところ でそしてその中でね NPB のベストラインはね、ピッチャー山本、キャッチャー森、ファースト頓宮、セカンド浅村、ショート紅林、サード宗、外野が近藤、万波、柳田、 DH ポランコ、パ・リーグはで佐々木チャンネル式はね先ほど、先日ね動画で言いましたけどピッチャー高橋光成、キャッチャー森、ファースト頓宮、セカンド殿崎、サード栗原、ショート紅林、外野がレフト近藤、センター中川、ライト柳田で DH ポランコ、佐々木式はもうレフトはレフト、センターはセントっていうねポジション別に選びますから、ね、NPB のベストラインはもう外野でくくりになってくるんでね、でも外野でくくりになってもね、まあ、こういう形になる。であとは日刊ね、日刊スポーツのねベストライン見たことない方いるかもわかんないですけども、まあ、ネット記事にもなってるんでねそちらも、チェックしてもらいたいんですけども、まあ、10種の項目ね、まあ、こちらね表出てると思いますけどもね、得点、安打、ツーベースで本塁打、打点、盗塁、フォアボール、打率、出塁率、そしてエラー、失策という部分で打撃に関しても守備面に関してもこの数値化して、まあ、10種競技のように10個の項目の中で、最低1点で最高点は10点だけどもそれ以上得点とかね、安打数が多ければ加点されていく、だから天井は無限です、ね、その中で、各選手の成績をこれにはめ込んで、ね、点数、数値化をしていくというね、ところに、なっております、ね、その中で日刊式はねちょっとピッチャーがないんですよ、ね、ピッチャーはちょっとこの数字選びようがないっていうところでねピッチャーはないんですけども日刊式でいうとキャッチャーはパ・リーグ森友哉になるっていうね45ポイントもうダントツです。でこれでキャッチャー森スーパーベストラインです。だって佐々木式も森、ね、で NPB も森、日刊も森、ファースト日刊スポーツは中村晃、佐々木式の NPB ベストラインは頓宮でしたけどスーパーベストラインになれず吸い出し、なんで中村晃やって言うんですけどこれ10個の項目に当てはめると中村晃は 38.5 点、頓宮38点で 0.5 ポイント中村晃勝っちゃうんでね、ここ視界入れてないんで仕方ないんですよ、そう成績がね、そういった意味ではファースト中村晃、セカンドは浅村楽天 46.5 ポイントダントツです。殿崎11ポイントでもここね佐々木式が殿崎がねベストラインになってるん でサード安田 28.5 ポイント、ね、宗が26ポイントね、だからサードだけが三者三様だね、うん、佐々木式が栗原で NPB ベストラインが宗で、日刊式が安田っていう、でもサードはやっぱ難しいよな、飛び抜けた選手がねちょっといなかったっていうところでね、でショート紅林31ポイントスーパーベストラインです。2人目の全項目です。外野日刊は1位がポイント数近藤64ポイント2位柳田 53.5 ポイント、3位万波 43.5 ポイントっていうところで近藤柳田スーパーベストラインです。すごい、中川も 40.5 点だから時点に来てるわけじゃん、だからその4位までのやつが全チャンネル入ってきてるから、俺の中川も結構良かったよね、そうで
で DH 40ポイントフランコダントツスーパーベストラインだから2023年パ・リーグはキャッチャー森ショート紅林外野に近藤柳田 DH ポランコこの5名の選手がスーパーベストラインまあ、頑張るホームラン王だしね、まあ、そうですね、うん、対抗いないよね DH 時点マルティネス 34.5 ポイントだからダントツだからねセカンドも浅村ダントツだからね5ポイント差あるからね5ポイント差っていうと安打数が60安打と110安打の違いあるからね安打数50本あるから、ね、でホームランで言ったら25本と50本だから結構あるでしょ、はい、打率で言うと2割8分5厘と3割3分5厘あるから結構5点ってでかいんだよ、はい、何気にね1点でも 10得点とか違うからねそういった意味ではパ・リーグでは 1,2,3,4,5 これ5人はねだからこの5人は誰が何と言おうとベストナインっていうねもう疑いようのないでセ・リーグは日韓のベストナインがキャッチャー大城40ポイントダントツです2位の坂倉に 5.5 ポイントなんで大城スーパーベストナインなんやかんや言われながら12球団で一番なんやかんや言われてるよな大城やっぱこれ巨人やからかななんだろうねうんそんな文句言われる、ね、WBC も言ってんだよ世界一だよ、ね、うん何がそんな文句言われるとこあるんやこれ巨人じゃなかったら絶対言われてないよなめっちゃ称賛されてるよなで続いてファースト大山 51.5 ポイントダントツです2位オスナが37ポイントだからねスーパーベストラインきっちりでセカンド牧52ポイントこちらもダントツですねスーパーベストラインおい、まあ、牧もね対抗がいないよね中野だもんねやっぱそれはタイトルホルダーもんね牧でサード岡本55ポイント2位宮崎に 45.5 ポイント約10ポイント差ですよでもNPB のベストライン宮崎だったからノースーパーベストライン次にショート坂本41ポイント里崎式は坂本なんだけど NPB が木浪だったんで坂本だって2位木浪に約11ポイント差だからねダントツだねポイント数に直したらねで外野53ポイント近本47ポイントサンタナ 41.5 ポイント細川だから近本サンタナ細川だから近本だけスーパーベストラインNPB はね、西川、岡林佐々木式は西川と細川岡林点入ってきてないんだよねねえうんやっぱりここに五欠にいないもんね、うん、でもそう考えたらよ NPB のベストラインもサンタナと岡林って17票差なのよ、はい、ねサンタナこっちも選ばれてるからねサンタナ惜しかったなっていうねところあるけど細川ねえ里崎式と日韓似てるよな岡本坂本も一緒だし里崎式と日韓だとサンタナと西川が違うだけパ・リーグはあパ・リーグはもう結構違うな頓宮と中村晃殿崎と浅村栗原と安田で外野が万波と中川が違うからスーパーベストラインと一緒だねでもセ・リーグはほぼほぼ日韓式とは一緒だ数字で見るのとね、うん、今年の2023年のスーパーベストラインだから誰もが文句つけられないベストラインはパ・リーグは森、ポランコ、紅林、近藤、柳田でセ・リーグが大城、大山、牧、近本がスーパーベストラインだね誰しもが文句がつけられないでやっぱこれは3者に選ばれたらすごいよねこれはもう文句つけられないから、だから大城はもう誰も文句言えない言っちゃダメその中でもこれ近藤選手がキングですねじゃあそうだね近藤は64ポイントだからね突ですよ、うん、だから MVP は、ね、野手の中の MVP はもう近藤だねパ・リーグは近藤セ・リーグは岡本だねそうですね、うん、でも岡本は NBB でベストラインで選ばれませんでしたっていう、はい、キングだったら全部入ってるスーパーベストラインだったら近本セリーグそうだね、そうだね、スーパーベストラインの中だったら近本だね。ですね。うん。ねえ、まああとやっぱ岡本はやっぱマルチポジション守りすぎてね。そうですね。票が割れたっていうところもあるからね。だからこのね1年に1回だけどもこのやり方でスーパーベストラインに選ばれた人は本当のスーパーだから。すご
ごいっすよね。すごい、もうこれはもう全ての面において評価されてもいいね。確かに、うん、特に大城特に大城もっと評価して。何をそんな怒ることあんの、ねえね、何が気に入らんの。その中で多分分からんですけど、その中でも一票小林誠司に入れてる人がいたので、うん、面白じゃないみたいな。じゃあここからちょっとさ、最後にさ、このベストナインとかゴールデングラブ賞の記者投票について、こ前も言ったと思うけど、俺はこのままでいいと思ってんねん、はい、ね、そう小林入れるとかね、新人王でも中森入れてるみたいなね、はい、1票だけみたいな、誰入れてんねんみたいな。あとなんかあの該当者なし、該当者なしでゴールデングラブは紅林が 1票足りなかったんだよね、はい、現代にね。でもその1票入れた人も現代に入れるかも分かんないからね、あれだけども、俺はこれでいいと思ってんねん正直。でそのなんでこんなやつ入れてんだよは、これ投票っていうのになったら絶対あんねん。選挙でもそうじゃん、都知事選とか特にわけわからん人めっちゃ出てんねん俺らからするとね。でもそういう人たちに入れる人たちもいるわけや、絶対受からへんやろとって言われてる人にも下手したら数百頭とか入ったりするわけよ。だからそいつがいいって思ってるやつもそれは否定できないじゃん。価値観はみんな違うからね。世の中の全員がラーメン好きとも限らへんし、カレーライス好きとも限らへんし、味噌汁が日本人やから好きとも限らへんや、いるのよ絶対に。それをおかしいって言うんじゃなくて、多様性を認めるんだったらそういう人たちの意見も認めなきゃいけないじゃん。でも数で投票ってなってくるとそういう人たちの意見は反映されないの。それでいいやんと思わへん。なんで全員の価値観のもとでこいつかこいつかどっちかやろに入れなきゃいけないんやって。焼肉屋来てんのになんで肉食わへんの。いや肉嫌いなんてもうあるわけじゃん。だからもしくは今ちょっと肉を控えてるんで、え焼肉屋来てんのにいいじゃん1日ぐらい、いやいいです、ご飯とサラダ冷麺食べときますみたいなね、もうあるわけじゃんね。だからさ認めなきゃいけない、それを否定するのはね逆におかしい。だからそれはそれでいいやと、俺もおかしいと思うけど、おかしいと思うけど もうそれはそれでいいね、はい、その代わりね反映されないからそれでいいやっていう。で絶対的な人がその中から選ばれるわけだから、俺はそれでいいんちゃうかと思って、はい、じゃあそれが嫌なんだったら新たなプラン考えました。記名制しないんでしょと、無記名にするんでしょと、記名制に変わるんだったら俺はそれが一番いいと思うけども、それしないんだったら次の方法、媒体別投票です。だから社に投票を権を決める権利を与えますと、日刊スポーツ、報知、スポニチ、サンケイ、デイリー、東スポ、中日、サンケイとか、日テレ、TBS、NHK、フジテレビ、テレビ東京とか、であとはね、ABC とか MBS とか、ね、テレビ西日本とか、ね、北海道もあるだろうし、宮城もあるだろうし、そのプロ野球チームが在籍する地域のテレビ局、新聞社。で読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、最近新聞とかの一般紙、そしてまあ、ネット媒体もあるでしょうと、その NPB から認められた団体で選考です。だから日刊だったら日刊の中の記者の人で誰を日刊として推すのかを決めろっていう、そんでその媒体は記名です。日刊スポーツは誰を選んだのか、サンケイスポーツは誰を選んだのか、フジテレビは誰を選んだのか、テレビ朝日は誰を選んだのか、 ABC 放送は誰を選んだのか、ラジオの日本放送は誰を選んだのかっていう中継をしてるテレビ局、テレビ局はもう中継をしてるテレビ局で、紙面で扱ってる新聞社、ね、ネットは各社ずついかないかもしれないからネットっていうの中のくくりになるかもわかんない、それはね。でそれでそれよくない、東京日刊は誰を選んだんだろう、関西日刊は誰なのかみたいな、そしたら記名制だから恥ずかしいよっていう。でその社が誰を選んだのかっていうところで責任感が生まれるから、そこで投票っていう。で少数派の人たちはその中で消えるから、別にそれが表に出ることもないじゃん。どう、媒体別面白くない、そのほうがいいっすね、うん、確かに。日本テレビはみたいな、おい巨人ばっかりやないかお前ね、ね、でもだって NPB でも各そのホームチームとかの記者の人たちも MVB の持ってる人で、ブルージェイズとかアトランタの地域の記者の人もいるわけじゃん。それを今回またね大谷満票だったけど、アクーニャジュニアとか
他の選手もいる中でも自分たちの責任をもとに大谷を選ぶっていうその責任感があるわけで、それを個としてできないんだったら組織でしてやるのどうやと。逆に大阪のテレビ局も巨人の選手入れたりとか、日テレも阪神の選手入れたりとかして出た方がよりなんか真実味分かれへん。俺それは一つどうなんかなって提案したよね。媒体別媒体で決めてくれっていう。でまあ権利としてはまあその放映してるところ、はい、その試合をテレビラジオは中継してるところで、新聞はそれを記者クラブでニュースとして扱ってるところで、あとネットがどうするかはね、ちょっとそこはちょっと検討の余地あるんで、そういうのは皆さんどうですかっていうところはありますけどね。ということでね、あのいろいろ話してきましたけども、スーパーベストナインはこちら選手になりました。おめでとうございます。